この度内閣府特命担当大臣として行政刷新担当大臣を拝命しました蓮舫でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私に課せられた任務は税金の浪費を徹底的に洗い出す、事業仕分け等の手段を使いまして行財政改革を抜本的に行う道筋をつけ、できるものから改革を行っていく、このことに尽きているというふうな思いで全力で取り組んでまいりたいと思っております。はい、まず1点目がですね、今日菅総理からですね、具体的にどのような指示があったかというのがありますけれども、もうちょっとその行政刷新担当大臣としてのちょっと基本的な認識をお伺いしたいんですが、まずその現行の行政の枠組みっていうのがその自民党政権政権下の中でどのようなその経緯で作られて、どのような歪みを生んできたか、その変革にあたってですね、その蓮舫大臣のどのような能力特性が生かされるとお考えなんですか。これについてお伺いします。はい、総理から今日、お話を伺ったのはとにかく行革一本に取り組んでもらいたい、このことに力強く拝命をするときにコメントをいただきました。で、これまでのその行政、もともと先人たちが作り上げてきた行政に、私たちはそこにおいては思いも含めて制度として成り立っていた、機能していた時代はあったかもしれないと思う。ただ経済が右肩上がりの時と違いまして、今は随分と景気持ち込んで、ご承知のとおり経済状況も非常に悪い、昔の時と同じようなお金の使い方がそのまま許される時代ではないと思っています。まずこの基本認識の下で、今の行政の公金の使われ方、あるいは制度のあり方、あるいはその国家公務員制度、これ現場大臣とも細かに打ち合わせをして進めていきたいと思っておりますけれども、国家公務員制度そのものも含めた抜本的な改革が必要だと思っています。その意味で事業仕分けを去年の11月、今年の4月と5月に行わせていただいて、少なくとも独立行政法人、あるいは公益法人、それと国本来のつながりを見ていくと、明らかに役割を終えたと思われるもの、あるいはもうすでに民間が育っていて、民間に委ねてもおかしくないもの、またこれ枝野前大臣も強調しておりましたけれども、逆に国に非常に近い仕事をしている団体もありましたので、この整理はしていく必要性があると思っています。その部分では仕分けを担当させていただいた立場から、今回大臣として自分が仕分けた結果を一つの形にしていくのも私の任務だと思っています。今回の考え方に関しては、社名とお名前お願いします。民主党らしさであるとか、新たなスタートを背負っての内閣になっていると思うんですけれども、菅さんであるとか、この新しいスタートを切るという意味で、蓮舫さんがご自身で何を期待されての入閣となったと分析されているんですか。自分に何が期待されているのかを自分で言うのはなかなか難しいとは思っています。ただ民主党が政権交代をさせていただいたときに、多くの国民の皆様方が私どもに期待をしていただいたのは、その税金の浪費を徹底的に改めてもらえる、これまでの長い間の政権で溜まってしまった海をしっかり洗い出してくれるという声は大きかったと思っています。その部分で事業仕分けは国民の皆様方の声に応えることができたものだと思っています。そこで菅総理から、ぜひ行革をやっていただきたいという声につながっていると思っています。上地修明と申します。昨年11月の発音の、事業仕分けで第2次はダメなんですかというフレーズが、研究者らの言われていました。大臣として判定を決定と進める立場に変わったわけですが、判定から決定と進める立場に変わったわけですが、あの発言を振り返ってみてどう評価されていますでしょうか。発言そのものを取り上げて今議論するのは、改革の方向性全体を見るときに、適切ではないと思っています。事業仕分けというのは一言だけで問うものではなくて、その前後の議論もある、あるいはそれに対してさまざまな科学者の皆様方の声が上がっていただける、あるいは国民の皆様方が科学にご関心を持っていただいて自分たちの思いというものを声を上げていただける、
その総合的な結果も含めて、大臣として、適切な税金の使われ方、あるいは科学者の方にとっても使い勝手がいい、そしてこの日本として、科学立国としてどのような方向を見ていくのか、総合的に勘案して決めていくことだと思っています。最後一問でお願いします。現段階でまだ決定はしていません。ただ枝野前大臣の仕事を、サポートさせていただいていたときに、積み残した課題としては特別会計というものがまだ残っていると思っています。でこの特別会計におきましては、私どもの、担当だけではなくて、国家戦略並びに政調も含めて、あるいは現場さんのお力も含めていただかなければいけないと思っておりますが、私の思いとしては特別会計に正面から取り組みたい、その意味で事業仕分けという手段は有効的に活用させていただければと思っています。はい、蓮舫大臣どうもありがとうございました。ありがとうございました。